はい、ということで2020年2月2日本日も対戦イベント日替わり復刻英語物語やっていきますけど、本日はアメリカ限定なんですけど、これシレーナを、あ、そうか、デッキからいくか、ちょっと待ってくださいね、勝率の前にデッキを、こっちの方はこんな感じのシレーナクママンデッキにしまして、反対の方はもうほぼ似たような構成で、ここをあの、あれ、回復の魔女に、回復じゃない、蘇生の魔女に変えたんですよ。それで先にあれか、こんなデッキを言って、まとまらんねえあんた、まとまらんねえ、言うことは頭の中に浮かんどんだけどね、まあとりあえずあれかまとまらんまま勝率からいきましょうか。ということで59の42でいきまして、お前まとまらんな本当に、あっちゃこっちゃあれな、節操ないこと言うな、まあまあそういうことはさておきまして、昨日が39の27ということは59、39、20の42、27、15、いいね、20の15ですって。そうだね、42の27、15だもんね、59の39、20だね、20の15、良すぎるね。デッキ的にはこれなんですけど、これ向こうの方でも言うんですけど、デッキがこれ、例えばここのクママンと、向こうは蘇生の魔女、わかりますかね、静岡の蘇生の魔女、それでわかるかな、伝わるかな、私のあのね、少ない言語能力で絵を出した方がいいか、向こうの方で喋るんですけど、なんですけど、向こうの方が多分ね、勝率悪いと思うんですよ。というのが、これ、あれどこ行った?魔女がおらん、魔女がおらん。あれ、魔女子がおらん。あれ、どこ行った?そう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 。これなんですよ。なんですけど、シレーナのオッズが違うんですよ。こっち7の5なんだけど、これ向こう手に入れて、7の 2だったかな ?1 だったかな、で、捨てが違うんで、多分シレーナの捨てじゃないかなと、根本的に差が。クママンと魔女なら絶対、魔女の方がいいと思いません?被るの嫌だね、クママンにしたんですよ。そんなことより、私的には同じコストで60なら、こっちの方がいいんじゃねえか。要は、幅機の方がいいんじゃねえかって。これもやろうとしてることは一緒なんですよ。結局アメリカだもんで、やっぱね、狼マンの補正入れたいですがね。で、それで繋ぐなら、本当はシレーナを筋で行きたいんですけど、これだって、火水なら、水に強いのって風ですがね。だから水風がまあまあ、一般的には強いって言いますがね。でも水風のシレーナより、火風の幅木の方が相性がいいんですよ。これ、捨てが何違うとかそういう問題じゃなくて、単純に属性の相性の意味。要は、水に火が強いっていうのと一緒で、火風が水風に強いんですよ。だから相性的にシレーナ使ってくることを考えるなら、幅木入れた方がいいんじゃねえかって。これをね、2000か3000ぐらいやったんですけど、こっちの方がなんかすごいしっくりくるんですよ。で、幅木入れると全体攻撃ないですがね。当然ですがね。シレーナと違うんで。だったらここを別にクママンとかの火力あるやつ入れずに、逆に 100% 回復で幅木の防御を生かした方がいいんじゃねえかって。これもちろんね、無凹凸なんでね、弱いっていうのはわかりますけど、そんでも 100% 回復でね、幅木が出して残る可能性が結構あるんですよね。あの、自分のね、7の5のシレーナで叩いとってもわかるけどね、やっぱ相性で負けてね、叩ききらん。アヌンナキならいいんだけど、幅木だと相性的にきついね。この狼マンの2回攻撃をかけてもきついな。だから相性の問題でここは越えられん壁があるから、要は火か風が入った時、羽ばきが入る時はもう相性問題で、シレーナよりは羽ばき使った方がいいんじゃねえっていうのが結論なんですよ。これただね、分かる通りにどっちも弱点なのが、風が入るからあいつ、いつものあの伊波戸先生に遅延を食らうっていう可能性あるんですよね。まあ、数回しか出会ってないんで、コスト的に高いところだと入れるリスク考えると、やめる人が多分多いと思うんですけど、まあ、それだけですよね。まあ、水限定だったら、多分シレーナがいいと思う。それは、はばき入れれんっていう問題もありますけど、アヌンナキがおってもシレーナの方が多分あれだよね。火力面で多分これ、7の5でまあ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 感触ありましたよ。いつも使っとる環境か、荷落としとるで。まあ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 あるけど、やっぱ幅木の相性の壁が越えられんかなということで、やっていきましょうということで。せっかくなんで、幅木もやっていくか。ということで、レッツラドン。そんな感じかな。コストが違うならね、また選択肢が別のがあるんですよ。だけど、コストが一緒で60だったら、特に今日みたいに、火水だと、
幅木でもシレーナでもどっちでも入れれますがね。そうすると相性的に負ける。さらに幅木の火風って別に水に対しても6割だから弱いわけじゃないんですよね。もちろんシレーナの水風が水に対して強いっていうメリットはありますけど、別に一般的に優位とされる。お、これ難しいな。ドレイク白 D か。オオカミマンでもあれなんだよな、迷うとこだよな。オオカミマンか白だよな。あ、そうだよな。アリス先生もあれだな、なんかどれも残したくないっていうとこだな。白が残ったか、まあ残るわな、ここら辺はっていうとこ。これもね、あれ行きたいんだけどね。まあ言っとくわ、しゃあねえな、しゃあねえな。なんだ、シドビジエイテインクリースプレイ、どれだったどれだった、これわかんねえがや。うん、4か、これ。で1と迷ったんだわ、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 1と迷ったんだ。これは私が1番でいかなかんかったな。これがあれだな、ここが結構分かれ目になるな。あー、一発打たしちゃった、一発打たしちゃった、しくったな。これいかんわ、ハバキも行きたいんだけど、しくったわ。あれはあれだ、私のミスだ。あれは後で問題見直します。あれはいかん、私のミスだ。あれはあれは1番でいかなかんかったな。あれはな、あれは行かなかんかったわ。あれをミスったな。はばきが良かった、良かったな、なんとか、なんとか良かった、なんとか良かったな。少なくもあれなんだよね、あのんだけはそこまであれなんですよ。あとやっぱりね、これこの漢字やめてくれ、漢字やめてくれ。え、ひらがなで贅沢のがいいわ、これは。やっぱあれだな、属性的にいてもやっぱイベ補正入るオオカミマンもなかなかあれだね、手こわいね。意外に残るもんね。普段この環境でそんな残るわけじゃないもんな。私があれかな、逆に田島ばっか使ってオオカミマン使わんでかな、それもあるかな。しくったな、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 しくったな。これは短縮されたか。まあ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 、そこら辺は毎週の問題があるよな。私シレーナをゆるがみとか使ってあげようかなと思ったけど、今回の結果というか、これ今回はシレーナの同じのしか比較してないんで、次の似たような条件でシレーナせっかく手に入ったんで、あのあれシレーナとハバキを別デッキにして試そうかなと思ったんですよね。こっちを要はハバキにして、向こうをシレーナにして、まあもちろんオツが違うとあかんすけどね、どっちがいい環境か。まあでもどう見てもあれだろうな、ハバキのが私はいいと思うんですけどね。同じコストなら多分その相性っていう意味で、蘇生の相性、蘇生のはそうだな、相性ですね。試そうとしたんだよねこれ。いや、2とあれは分かるんですよ。これを2とあれは分かるんですよ。この問題私結構間違えてるはずよ。 2が入るか ING が入るかで、あれでしょ、あの前向きなポジティブ か過去っぽい、ね、ネガティブワードになるかってことなんだけど、あれ結構多分間違えてるはず。あの考える、試そうとしたのかどっちだったかなって。確かあの手の問題3問ぐらいあるもんな、3問か4問ぐらいあるもん確か。あのあれだな、あそこだけだったな、あれが仕事できんかったな、ヒルズのとこはな。ヒルズ結構あの、あ結構あの環境求められるんですよね、火だもんでね。地味な、地味なあれだな、難しいとこだなこれが。蘇生が俺であれか、うん。この問題も私嫌い。スペル2等で言えば嫌いなんだろうね、多分ね。RERE でしょう。それから PLY でしょう。LY はまあいいわ、それは。なんとかあれか、なんとかあれか。体力勝ちになるか。難しいとこだな、これ。Resist, maintain, pursue, approach, tolerate.難しいとこじゃない、これ。どうだろう、耐えれるかな。あ、微妙、なんとかあれだな。 Thanks。 でもこれあれだな、やっぱ私のあれだな、あそこが分岐点だったな。
負けてもおかしくないな、あれはな。あそこはシビアに行かなあかんな、せん。シビアにあそこは行かなあかん。ちょっとあの問題見直しとかなあかん、あれは。ちょ、これはね、自分に厳しく行かなあかんね。やっぱね、デッキに守られとってね、勝っとってはいかんでね。どれだった、どれだった。これ、これ、これ、そう。でも、何これ ?10 の5の1だよ。シュドビーで助動詞が入って、私、ブレームと迷ったんですよ。A と B に関連させる。A is B、要は B 動詞か。A、B 動詞 related to B。ブレームだと MR か、プロダクティビティに批判するとか、そんな風になっちゃうのな。これはあれ迷ったわ。迷ったけど、なんでこんなに正答率になるね。やたらね、一回だけ間違えてるけどね。どういう思考回路しとったんだろう。あれなんかな、早く回答しな、早く回答しなって焦ったんかな。お、私でもそんな人間味を見せたかというところで、ちゃんとね、あ、思い出した。忘れとった。一チョコやらなあかんかった。すいません。一チョコ忘れとった。こいつまで、4日まででしょう。いや、何が言って分かるでしょう。分かるでしょう。副物件ですよ。ちょっと一チョコ。やべやべ、よかったな。一チョコ3回。やべ、このために残しといたんですよ。やべ、副物件いただいて。これで、せっかくなんで、はばきの能が来たれたんで、ちょっとはばきもやっていきます。7オツしたあれだな、あとシレーナと比較したいわな。でも5オツで、自分の感じ的にね、はばきの方がいいんじゃねえかなって感じたってことで、まあ、とりあえずやっていきましょうと、レッツラドン。こっちはね、1000か2000ぐらいしかしてないんですよ。こっちはあんま長くやっちゃうと、その勝率的にサンプルが取れんもんで、そんなでやめたんですよ。今日あれですよ。カムイさんとダストン D さん結構会いましたね、確か。結構会っとるはず。はばきのはあれだと思うんだけど、趣旨が反するんですよね。趣旨に反するっていうか、英語物語の環境には反対するんですけどね。攻撃環境に寄っとる感じなんだけど、実ははばきのが優位性あるってことは、それだけあれだよな。はばきの捨てとかやっぱ高いんだよな。6800はやっぱインチキだな。そんで、蘇生的、そうか、属性的か、蘇生って言わんのか、属性っていうか、属性的に有利だもんで、余計あれなんだな、こっちだろうな、こんなもん。こんなもんな。あれ？ Roughly, specially, properly, slightly. アメリカ先生使っとるのもあれおったよね、最後にさ、あの、リバコの前にあの、あれ入れて、誰だった？ワンワン入れて、来たな、糸名さん軍団が。Uniting. Was to be united. Was uniting. Unite. これはあかん。答え覚えてたでか。これはあかんわ。なんとかあれだな。ネポム先生がおったで、これ助かったな。おらんかったらきつかったろな。Was uniting. ニューの壁があって、さらにあれだもんな。エゾナさんの硬さがあるでな、いくら火が入っとるとはいえ。で、さらに新刊エゾナさんもあれでめんどくせえわな。あー、残したか。でもこっちも2か。なんかめんどくさいエンパさん使い方するな。うめえな、あれな。な。なかなかあれだな。なかなかあれだな。やるわな。あ、面白いな、だけどな。あれか。あれやられるとウーマも一気に貫通されるか。なかなかきついことやるな。そうだな、田島持っとるあれだろうな。狼マンと天秤かけて微妙なとこだね。イベ補正があるけど、さてとどうでしょう。To harm or damage someone or something. Chase, grip, accuse, injure.どうでしょう。いや、今考えたんですよ。今問題考えたんですよ、一瞬。インジャーでいいよなって、怪我でいいよなって。蘇生があるであれか。生き返らせてもらうとか。ウーマおらなきつかったね。さて、ここでというところで、あ、マッキーまで来たな。壁が来たな、さらに。これ紙の本とか書いてる方、紙表紙本というか書くとあれだろうな。要はアメリカとかのあれですよね、あのでっかいなんか分厚い、なんて言うんだろう、
教科書ではないけど雑誌じゃないな、あれ紙表紙も紙本とかのあれだな。ほら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 、いや今末期があるでね、末期があるでだけど、末期があるで、そうだな、ちょっとあれだな、なかなかこれあれだな、表現できんな、うまくな、なかなかあれだな、これは。いや今も考えたんですよ、ちょっと喋らん間があるときはね、だいたい考えとると思ってくれ、こあこいつ問題迷っとるなって、喋る余裕ねえんだなって。まあまあまあ、そこら辺はというところで、これはちょっとできすぎだな、はばきだけど力じゃないでな。いないに違いないって言いたいんでしょ、要は。どうでしょうか。まあこれはできすぎだよな。Thanks。関わりすぎだもんね。これを要は次の機械で、はばきだけどこっちしかはばきないんで、はばき入れて向こう指令な入れて、そうだな、カムイさん早いな、やっぱな。Thanks。いや本日結構対戦で私張っとるで、分かっとる分かっとる分かっとる、あの敵によるとめんどくさいな、味方によるとおーおーと思うけど、うん、そうだな、問題はいいな。まあここら辺は次のところでデッキの方は考察していきますということで、はばきとシレーナの差を見たいよね、これはね。どうしてもあれだな、蘇生的に、蘇生じゃない、属性か、この色的に、要ははばきの方が有利で、シレーナの方が不利だから越えられん壁があるわな、しょうがないわな、そこら辺はな。要はあれだもんね、このヒルズが捨ては違うけど聖獣に弱いって言ってるとこだもんな。これは何、スキルがあるから貫通できるとかそういう問題だもんで、難しいとこだな、それはな、越えられん壁だろうな、だからそこら辺ですよね。それ考慮しても防御の方が強くなるはばきっていうのは、これ確かに6800のステムあるけど、いかにやっぱこれ強いってことだな、めんどくさいんだろうな。あとはシレーナを7の7にした時にね、そこら辺の比較だね、ちょっと一戦余分にね長くやったんで、ということで例によってアカウント変えていきますということで、チェンジ、はい、ということでアカウント変えてきまして、こちらの方はこんな感じできまして、59の37、昨日がですね39の26ということは59の39、20、一緒だな、なんか似たような感じだな、の37の26 13 20の13、普通ですことない？で、デッキこれなんですよ。向こうと全く大差ないように見えますけどね。ここのクママンが魔女に変わっただけ、最初の方に述べて、あ、ちょっと待ってください。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 わかるでしょ？わかるでしょ？あの、チョコガチャですよ。ちょっとサクッとサクッと。サクッとサクッと。あの、福引きだね。福引き、福引き、福引き。お、福引き、行きましたね。行きましたね。ということで。はいと。回収完了、回収完了ということで戻りましょう。まあまあね、現金主義ということで、それでこんな感じなんですけど、向こうとデッキほんと差がないんですよ。最初ここをね、風変化のあいついますが、誰だった、名前でこう、あのクジラとしか覚えたな、いますがクジラの、これクジラでよかったねにしたんですけど、別になんかあんまり狼マンをね、狼マン私これ7の0なんで全然オツしてないんで、風に変えてもどうかなと思いますけど、別にどうとも変化がなかったんで、まあやっぱヒルズの方私好きなんで、ここやっぱさっきのね、対戦のなった通りに、あれを求められるんだよね。地獄スズメじゃない、CR スズメを抜く瞬間っていうの。要は火だもんで、水がかかってないもんで。結構ここ重要だよね。その、スキル使えるとかどうのこうの、あの最速回答するっていうの。まあ、さっき私あれだね。思いっきり問題迷ってね。なんとかなんとかっていうところであれだもんな。最速回答できず、足引っ張ったけど。なんですけど、これやっぱりね、この差が大きいんじゃないかなね。これ7の2。捨て的にやっぱ違うもんな。体力と火力。1000ずつぐらい違う。でかいよな、これ。体力はどうでもいいや、これ。100でも500でもいいわ。火力がでかいわな、違うのがな。そんなもんで今まで7の3とかだと、あれだろうね、はばきとかで苦戦しとったんですよ。そうだな、7の5でもな、はばきが硬いって思うぐらいだからな。あ、まあ、その、属性相性負けするっていう意味で。これが7の7になるとどうかですよね。7の7で比較と、
あとさっき言ったようにハバキとシリエナの比較、そこでまあでもこれもう単純にあれだろうね、属性の相性で、あのシリエナの不利っていうのはハバキに対して、別にこれシリエナが弱いとか言ってるわけじゃなくて相性的な問題ですよね。地獄スズメがあのマジュリン絶対に属性的に勝てんとかって、もうそういうレベルだもんな。別にだからといって地獄スズメが弱いとかっていうわけじゃないもんな。むしろあれだもんな、輝く存在だもんな。まあだからそういうとこなんで、こういう環境属性によって色によってまあ使い分けてきようっていうのは結論かなということで、ハバキは結構強いっていうところだね、一応今の私の中ではということで。はい、ということで能書きはいいんでやっていきましょう。レッツラドン、風が入ってこん、やっぱあれだろうね、水オンリーだとあれかシレーナだろうな、そりゃ風が入るもんな。ハバキが入ってくる環境、火か風が絡むとめんどくせえなってとこだな。そこら辺の相性の問題だよな、なかなか難しいとこだな、そこら辺がな。だって似たようなデッキだもんね。むしろあれだもんね、クママンより逆に私蘇生の方がいいんじゃねえかと思うんですよね、勝率的。最初こっちの方が行くんじゃねえかと思うんだけど、いやいや、なんかそんなことないとか言って、クママンが別に仕事しにくくてもいいんですもんね。お、なんかあれだな、3ペアだな、なかなかあれだな。アメリカマンがあれだな、アメリカがあれだろうね、あそこのリバコのあたりって原突マックスの人ってそこまでいないだろうな。あれ昔からやってないとあれだろうな、3年以上前から多分やってないって難しいんじゃない。1の1か1の1か、なかなかあれだな、なかなかあれだな。本当あっち行きたいんだけどな。何言わずでいいよね。めっちゃ5つ悩んだんだけど、なんかはめられとんかなと思ったんですよ。めっちゃ悩んだぞ、めっちゃ悩んだぞ、これ。深読みなんかあれかな、勘繰りすぎたかな。ネポムがでも2体はでかいな、これはな。ここで、パタッといくよね、パタッといくよね。やっぱ、あ、残っとるがね、残っとるがね、いかんがね、いかんがね、それはいかんがね、それはいかんがね、それはいかんがね、あれ、誰か落ちた？あれだろう、一番だろう、古屋だろう、分かっとるぞ、それは。行くのがいないもんな、私があれ落ちちゃかんだけどな、落ちてまんのもんな、あれはな。さっきでもあれか、エツナさん、そうか、私エツナさんタゲの方が良かったか。しくったな、しくったな、あれな、完全な。さてと、さてと、めんどくさいのが出てきたな、いっぱいな。まあ、まあ、ということか。これ、インサートだけじゃなくて、デバイス、あ、そうか、デバイスだとあれか、違うか。デバイスじゃないか。意味が違うか。あれ、嫌いだな、デバイスのあの、スペル違いのやつもな。そうだな、デバイス、デバイスだもんね。あ、違うもんね、あれね。めんどくさいな、でもこのハバキみたいな。これめっちゃめっちゃあれだな、ここ山場だな、これな。白2体にあれか。真ん中狼マンであれだな、どっかのトランプならあれだな、これ本当に。変な役ができそうだな。さてと。これが抜けんのだよな、またな。またこれがよ、相性的にやっぱそれがあるわな。白はまあいいわ。狼はもアメリカ補正だしな。なかなかあれだよな。こっちもでもあれなんだよな。みかん先生がおるもんで、風全体攻撃かかるし、狼マンにもかかるしな。ほらほらほら、すごいダメージ与えるんですことない？白残したな。あんだけ火力かかっても残すんだもんな。マッキーがおるか、マッキーがおるか、マッキーがおって水吸いもおるか。なかなかあれだな。うん？これも悩んだ。赤字と悩んだ。赤字と悩んだ。赤字と悩んだ。すごい悩んだ。分かってもらえると思うけど、ほんとこのな、ちょっとでもスペルが似とるとあかんな。DE の、あれ？誰かあれか、マスターターンマス誰なんだろう。
さっきのメンバーでいつも見るような人たちが落ちるっていうのはまずないもんな。ないもんな。ちょっとこれあれだね、あの消化不良なんでね、もう一回やっていきましょうって。これほら2の4の2だけど、これ多分向こうで見るともっとあれだよ、正答率悪いはずですよ。6割とかそんなもんぐらいじゃないかな。そうだ、スペルが2等でな、まあいいや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 ってことで。これもそうだな、はめ、そうだな、7だよね。そうだね、アイユスタイ別にいいよね、ワズだもんね。そうだよね。私、あれだね、イズンと迷ったんですけど、まあ、そこら辺はまあいいとして、ちょっとあれだね、消化不良だね、もう一回やっていきましょうか。いくらあれだよな、さっきの幅木だけがかかっとるとはいえ、自分のあれの、シレーナの火力の数字見とったんですけど、1000ちょっとぐらいとかで、やっぱあれだよな、弱いよな、相性負けがあるよな、あれな。いくらオツが足りんとかはあるけど、それあれだよな、幅木抜けんってことになるわな。そうだな、そこら辺考えてやっぱ幅木か、こっち幅木ねえもんな。まあ、そこら辺はいいとしましても、めんどくさいのがおるな、どうしてもな、どうしてもおるな。いけるか？これってファームとかでもダメなの？ダメなのこれって。ダメなんかな？いや別に野原とかでもいいんじゃねえか、農場でもいいんじゃねえかって私はずっと思ったんですよ、これ。そう、近いって言えば確かに近いかもしれんけど、イチャモンつけすぎかな。今さすがにスピーチはあれだわな、ポエムまあ言ってもあれだわな、それぐらいは。さてと、エトナさんがどうしても出てくるの、やっぱな、汁は抜けるけど、ウーマンが湧いてくるか、湧いてきますか、なかなかめんどくさいな、まあなかなかあれだな。スペル、スペル、サン、スター、どうしたの？何？俺に押せって。これだって、ああ、そういうことか。そこを期待したんか。あれはいいだろ、でも他っといても。逆にあれを私が叩かずに、ウーマンを私行った方がいいんじゃないの？ 2000 いくつか。そこまですごい数字じゃないな、それでもな。こっちだな。うん、こっちだな。ウーマン行きたいけど。四角じゃないよね。四角じゃないよね、あれはね。まっすぐでもないよね。太ってもないもんな。ネポムがおるで、まあ、ウーマンはあれだけどな。エトナさんとあれだな、なかなかこれがめんどくさいとこだな。おなんとかなんとかなんとか。まあいいわ。あ、でも全体攻撃残す。出てきたな、はばき出てきたな、この野郎。どうしても出てくるな。どうしても出てくるな。Something that you say or write in a formal or official way. Practice. Statement. Situation.あれだな、スキルもう一回使いたかったな。そこだけだな、そこだけだな、もう一回使いたかったな。2ターン生きとるから、これちょっとボーナスかからん？どう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 ？どんなも与える？これでかかってないもんね、水だからあれだもんね、吸収されんもんね。あ、でもはばきがあるか、はばきかかるか、くそったれだな。3000いくつか。はばきなかったら抜けた？抜けたかな、なんとか。またウーマンも出てくるか、マッキーもおるか。まあいいや、まあいいや、そこはマッキーはかからんで。あのあれだろう、自動車と多動車だろう。嘘やらかしたやらかしたな、これはやらかしたな。正反だな、これは。やらかしたな。しまったな、しまったな。あれ見直します。自動車多動車で迷ったもんな。迷っとったもんな、それはな。完全に。いや、自分の中でも分かったんですよ、あれ。二分の一だなと思ったけど、まさかあれだな。トゥーフテーションのところでやられるとも思わんかったな。なかなかあれだな。マッキーもそうだな。コスト的に考えられてやれるか、重いの入れると入れるか。はばきが残ったのでかいな。2222222。これは仕事人。これはいかなかんな。これはいかなかんな。ここか。ここか。はあ、ここか。
すまんこれはごめん暗記が入っとるかあの問題読まんでもこれはあのホイップクリームとかでもエクストラで押しちゃうとかこれはすいませんこのレベルまで本当はでもあれなんだよね落とし込むといいんだよねさっきの自動人と動詞もねあれ自動人と動詞って言っとる時点でもう自分で迷っとんだもんねあれライズってどっちだったかないや心の中の私がそうやって叫んどんですよそうやって叫んどんですよそうやってね実はあれですよ私中2とか中3の過去形のスペルかけとか言うとめっちゃ多分弱いよ弱い弱いうっとみんな押してくれよみんな押してくれようっとうっとさて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 とああなんとか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 アレゲーションアクューゼーションクライムディフェンダントリガリティこれ主張ってことでしょ何これえ何これえ何これアクューゼーションえアレゲーション何これこれちょっと後で見なかな可能性と消去法で消してったんだけど勝てえなはばきはでもやっぱ勝てえなあれはなガンボーあれだけ見なあかんな結構あれだなマッキーやっぱこれぐらいだな満タンコストだね200ぐらいだとあれだな埋めれんくなるとあれだな入れる人多いなやっぱな苦手属性で得意属性を対策するとのどうしたどうしたこれってささっきから番号とか言う人多分さ回線の速度みんなあれなんじゃない出とるの違うんじゃないかなどうなんだろう答えが Thanks 出る前に私が例えば出してほしい人抜いてほしい人だとして出る前に番号とか言うのは分かるんですけどどっちの回線私の回線があれなんかなどこら辺なんだろうまあそこら辺はいいです。Thanks。よくこれであれだな。100問正答率1人しかおらんだけど勝ったんだな。デッキに恵まれたかこれは。それより、そうだな。所定がそうだもんな。あれでよくあれだな。まあそれよりこれ私のほら、2の3の5でしょう。トゥーフテイシでまさかやられると思ったら分かった。これ。ちょっと待てよ。コンティニュー自体が両方取るで。停止と同名詞、うん、両方どちらも入りますライズがあれでしょうライズを私はあ I の方があれか私どっち押したんだった A の方押しとるねそこで違っとるねそれが違っとるね2と何これ同名詞とちょっと待てよ両方持ってきとる動詞意味もほとんど変わらんな別にどっちでもいいじゃんどっちでもいいじゃんそれはコンティニューの後ろを埋めるものでどちらも入ります。うん。だから、上げるか、要はあれだよね。だから、目的があるかないかってことはね、要はね。だから、あれなんだよね。自動詞になったってことね。そういうことだね。そういうことだね。そういうことだね、これね。あ、そうか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 、トゥーフ停止で、そうか、入っちゃかんわ。そうだね。あ、ごめん、ごめん、ごめん。入っちゃかんわ。これ意味が変わっちゃうもん。あそうかそうか。いかんわ。そこも違っとる。お前2つ違っとることが。トゥーフ停止の、だから、選択でもまず違っとるし、自動した動詞の選択でも違っとるもんね。だって、2li の方、la の方を選んどるもんね。お前2つあれか。2つ選択肢違っとることだ。これ、ちょっと分かった。いつもの通り。これこれ。これよくやるんですよ。消しといて。ギューってギューって、これ消しといて。これ消しといて。あ、間違えた。これで、後で問題に入れとくと。あのね、間違えた問題ね、別バナーとしてね、やっぱこうやってね、回答が見えちゃダメなんですよ。回答消して、コンティニューって、どっち取るんだったかな、同名詞だったかな、トゥーフ停止だったかな、ライズと、ライズ、まあ、発音は一緒に言っとるけど、どっちがあれだったのかな、自動詞だったか、他動詞なのか、そこで悩んで、スッと答えられる。さっきの私のホイップクリームのエクストラみたいな風にならんと覚えたってことにならんですよ。何を偉そうにお前間違えてるくせに。まあ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 そこら辺はということだ。うん、だから逆にね、こうやって
あの動画の対戦とかで間違えた方がいいんですよ。あ、言い訳しとる言い訳しとるこの野郎ということで、まあ、そんな感じでいきまして、うん、言い訳しとるなこの野郎。やっぱあれだね、やっぱ司令だより私的にハバキのがあれだな、それに助けられとるのはあるよな。シレーナの方のあれじゃないかな。次、まあそこら辺はね、実験してみますということで。あとはね、この、ヒルズが結構仕事してなかったんでね、その最速回答の腕もまた、あれだね、ああやってね、悩まずにね、もう問題見た瞬間に解説までね、もうペラ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 喋るぐらいまでね、まあそんなレベルまで落とし込んでね、遊んでいきましょうということで、明日は最終日ということで。はい、ということで、そんな感じで本日、英語物語、冬の日替わり復刻、アメリカ2月2日、ヒーミズコスト205ということで、ちょっと一戦余分にね、私、ハバキのところ試したいんでやってきまして、明日ガチャだね。10連だね。10連だね。協力来るってことないよな。チョコガチャあるもんで、ケチなんで、日付変わってこれ1時まででしょ。2月4日。2月、だから日付変わりますがね、今日2月2日。あ、まだ、明日いいんか、まだ。じゃあ明日、あ、今日2月2でしょ。2月3。明日じゃあ対戦の時に、チョコでこれ3連引いて、これで3連引いて、これで10連引いて、シュークエのもいただきましょうか。チケットないよね、私。40引けるの？ないじゃん。ダメじゃん。だから、必然的にあれだな、チョコガチャ行かなかんね。まあまあまあ、そこら辺はね、いや別にないですよ。ケチじゃないですよ。ケチじゃないですよ。まあね、長くなりましたって。はい、ということで、そんな感じで、英語物語、同じこと言うのはなんなんでね、まあこんな感じでデッキができまして、次はシレーナとハバキをね、同じような環境で、どちらが有利かということを試してみたいと思いますということで、そんな感じで終わり。